人生に刺さった一番の名曲は何ですか？良さを熱弁した後にサビを歌ってください。これは歌わなきゃいけないんですよね。あんまり歌うまくないですけど私が一番人生に刺さった名曲は、ゆずさんの栄光の架け橋です。これはアテネオリンピックのよく流れてたというかテーマソングだったと思うんですけど、当時そうですね、アテネオリンピックを見ていて、でやっぱりその、まあ、金をたくさん取って日本の選手がいっぱい活躍されてて、でその度にいつも流れてて、そのアテネオリンピック自体私がすごい感動したというか感銘をすごい受けて、でそれと同時にすごいその曲がもう私の、そうですね、心に刺さって、はい、今でも大好きな曲です。いいですよね、一番あのサビの盛り上がる部分がもう本当になんか感動します。いくつもの日々を、あれ、日々を超えてたどり着いた今がある、だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。ちょっと変わったプレイが好きと聞きました。どんなプレイですか？そうですね、私はちょっとなんだろう、見られてるかもみたいなプレイが好きなので、まあ、例えばホテルだったらちょっとあのガラス張りのところとかで、はい、見られてるんじゃないか、ちょっとドキドキしながらするのが好きです。恥ずかしい。